最近のトップニュースはロシアのウクライナ侵攻で、連日この話題がテレビで取り上げられており、避難民を受け入れている日本としては無関係ではないし、北方領土問題もあるから、ロシアの牙がこちらに向かってくるという最悪の事態にも備えておく必要があるという意見も散見されるみたいだね。余談だが、ウクライナからの避難民は大した議論もなく受け入れを決定した政府だが、同じ避難民である他の国の人々ベトナム、ミャンマー、イラン、イラク、クルドなどの受け入れはどうなっているんだろうな。こういう言い方は良くないが、白色人種だから優先して受け入れたというわけではないと信じたいところだぜ。新型コロナウイルスの世界的蔓延も非常に不安視されるところだけど、ウクライナ戦争は一体いつになったら収束するんだろうね。21世紀の現在、ああいった蛮行が起きていることに愕然とするよな。そうだね。さて今回は尖閣諸島に巨大建造物を建設し、実効支配を強めている中国について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、世界のメガロシアとウクライナに向けられている隙を狙ってというか、陰で色々と動いているのが、お隣の軍事大国中国だよね。日本とは様々な因縁のある尖閣諸島だが、今回はここに日本が建造物を作るのか？という部分なんだが、尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは、自民党の高市早苗議員だったな。今やタカ派として名高い高市早苗だが、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には若い女性論客派に気抜きせぬ自立した女の一人として、同世代の女性からの支持も多かった人物と記憶しているぜ。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お茶組要員と見られていた OL の中にも総合職という管理職を目指せる職位ができたんだ。女性の新しい時代が到来したと当時の女性たちはキラキラとした瞳で働いていたはずだよ。こういった時代に、高市早苗は知性派コメンテーターとしてたくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていたんだ。ちなみに当時の皇太子だった金城天皇の置き先候補として必ず名前が挙がった小和田雅子さんも外務省職員として世界中を飛び回っていて、さて高市議員は松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われ、その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの落選に懲りたのか、自民党入りして当選したよ。松下政経塾出身者には政治家が多く、彼女の他にも、同じ自民党の小野寺移転、河井克行がいて、また野田佳彦、原口和弘、前原誠司などの野党や無所属議員も松下幸之助氏の精神に学んできたようだね。松下幸之助氏といったら水道理論で全ての人々が電気を使えるようにと様々な発明をしたことでも有名です。いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が与党に入ったということを怒った人も多かったようだぜ。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが2022年3月9日だったね。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土だけど、そう思っていないのが中国であり、勝手に領有権を主張し、公船を日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられているんだ。その中国に対してこの島々は日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したってわけ。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したみたい。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土だったよ。1945年昭和20年太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が日本のポツダム宣言受理後つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土だぜ。そういえば1945年8月9日、つまり終戦前だが、日本との中立条約を一方的に破棄して当時の満州へ侵攻したのも当時のソビエトで、その知らせを聞いた関東軍のお偉方は家族と財産を手にいち早く脱出したが、何も知らされていてなかった一般庶民は悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも絶対に忘れてはならない史実だよな。こういった歴史があるため、日本は日ソ漁業交渉などとセットで北方領土問題を交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきたんだけど、解決後に平和条約の締結という段取りは多くの時代を経てソ連崩壊後もずっと継続中だったんだ。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けかと日本国内の期待が高まった時期もあったんだけど、ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えず、そしてロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあるんだよね。北方領土返還交渉を振り返ってみると一番忘れがたい出来事は1973年昭和48年だったと思われ、当時の田中角栄首相がモスクワに乗り込み、文字通りの命がけでブレジネフ書記長との会談文書に北方領土の4文字を盛り込んだわけで、ソ連は日ソ間に領土問題は存在しないとずっと突っぱねてきたから、これはソ連に対して大きな一歩を踏み出したことになったぜ。それ以降、歴代の首相はロシアに代わってからも北方領土問題を取り上げてきたんだが、北方領土問題をロシアとの文書から削除したのはプーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相であり、個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものだぜ。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と自認しているようにも見受けられたが、この点についてどういった説明を受けたのか気になるところだな。国防とお題目を唱える人間がこの問題をスルーしたとは考えられないよね。尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で尖閣諸島国有化という話が飛び出し、全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年平成24年に日本が国有化したことになったんだ。とはいえ、中国は手を引こうとはせず、肝心の島に日本人はいないわけだし、日本のものは何もないからという理由もあるみたい。だからこそ、自民党の中にはヘリポートや灯台などを建設し、市政権を主張すべきという意見があるわけで、高市議員の発言はその意見を支持しているんだろうね。また、高市議員は非核三原則にも触れ有事の想定を日本とアメリカとの間で共有しておく必要があるとも指摘しているぜ。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍間のニュークリアシェアリング核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されておらず、つまり現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見であり、簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように自衛隊法を改正すべきということだな。こういった発言に対するネット上の反応は賛同の声が多かったらしく、平成初期のバブル期日本は政治は三流、経済は一流と言われていたんだけど、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでおり、責任の所在は明らかだけど、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じているよ。日本が頼るアメリカだけど、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしていて、その一方で、尖閣諸島は1972年昭和47年の沖縄返還以来日本の施政下にあるから日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しているね。要するに、アメリカはどちらにもいい顔をして現地を取られないようにしている。つまりダブルスタンダードと思われるんだが、別の言い方をすればしたたかで老練な政治手法とも取れるよな。正直な感想だが、日本のように馬鹿正直で唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では立場が悪くなる一方ではないかと思うぜ。ロシアのウクライナ侵攻を見て日本も核を持つべきだ。核を持たない国は核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたようで、現在のアメリカは一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられるよ。こんな状態では、万が一中国が尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があるだろうね。仮にアメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るわけで、この危惧は現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロン・ヤスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないだろうな。自国自国民を守るのが政治家の第一義だから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えないぜ。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場であり、この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないんだよね。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正改悪して、核武装すべきというのが高市早苗の意見であり、賛成意見も多いってわけだ。そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じるし、世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットはなるべく多く作っておく必要もあるのではないかと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。近年、台湾を支配する野望を抱く中国は、南シナ海を一方的に自国の領海として、海域に浮かぶ島嶼を埋め立てて軍事基地を造成するなど、南シナ海に隣接する東南アジア諸国との間における圧力が強まっているよね。また、台湾の北に広がる東シナ海においても同様に、南西諸島の北にある尖閣諸島の領有権を主張を強め、海警局の艦艇を尖閣諸島の領海やそれの接続水域への侵入を繰り返し、沖縄やグアムに基地を置くアメリカを牽制する意味合いから、空母を含む強力な艦隊を南西諸島付近の公海を通過させて西太平洋に進出させるなど、尖閣諸島のみならず沖縄本島を含む南西諸島の領有まで視野に入れているかのように活発な動きを見せているぜ。さて今回は、海洋進出を強める中国の脅威に対し、防衛強化を進行している南西諸島について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国は近年、対アメリカを念頭に置いた場合の自国の安全保障の概念として、第1列島線及び、第2列島線という概念を打ち出しており、特に第1列島線は九州を起点に、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島に至るラインを指していて、中国の絶対的防衛線としてその西側中国本土側へのアメリカ軍の侵入を阻止するものとしているよね。この第一列島線に日本列島の一部が含まれていたことから、中国がこの概念を明らかにした際、日本と中国が友好関係にあると信じきっていた一部の日本国民が大騒ぎしたんだけど、この第一、第二列島線とは、そもそもアメリカが中国を封じ込めるための政策上設定された戦略ラインでもあり、それを中国が逆に踏襲したに過ぎないんだ。そして、第二列島線は伊豆諸島を起点に、小笠原諸島、グアムサイパン、パプアニューギニアに至るラインとされ、一昔前の中国の海洋調査船は第一列島線付近までに止まっていたものが、近年では第二列島線付近でも調査を行っていて、このような海洋調査は他国の排他的経済水域内では行えない取り決めになっていることから、中国は第二列島線付近にある沖ノ鳥島について単なる岩礁であり日本の領土ではないとの主張を展開し始めて問題となっているな。この第二列島線は、台湾有事の際に、中国海軍がアメリカ海軍の増援を阻止妨害する海域と推定されていて、中国海軍はこれまでは沿岸海軍であったものが、曲がりなりにも正規空母3隻を保有することになってからは、日本や台湾を含む諸外国諸政権の実効支配下にある第一列島線を突破して、第二列島線まで進出することを念頭に置くようになり、ここ数年は空母を含む艦隊を大西洋にまで進出させて演習を実施するなどして、外洋海軍として変貌を遂げようとしていると見られ、その動向に対して国際社会が注目しているぜ。このように中国海軍においては、アメリカとの間で軍事衝突が発生した際にはアメリカ軍のインド太平洋地域の一大拠点であるグアム基地に対して先制攻撃を仕掛ける可能性が高まりを見せていて、その際には日本の西南諸島を制圧して沖縄本島の米軍基地を破壊した上で航行の安全と補給拠点として活用する思惑があると見られていて、自衛隊では西南諸島の島嶼防衛を重視する方針を強めているってわけ。このため日本政府と防衛省では、南西諸島への上陸作戦を展開すると見られる中国海軍を阻止するために、陸上自衛隊において旋回用地雷など独特の装備を開発配備してきたんだ。この旋回用地雷とは正式には94式右輪地雷敷設装置のことを指していて、敵の着上陸進行が近いと判断された際に、上陸が予想される海岸線の右側に上陸部隊阻止用の地雷原を迅速に構築するために開発された装置で、防衛庁技術研究本部においては1987年度から右輪地雷の研究及び1989年度からは、敷設装置の部内研究が開始されて、日本の自衛隊独特の兵器として1994年度に正式採用されたものだね。地雷敷設装置とその装置を搭載する水陸両用車で構成されていて、地雷敷設装置を搭載する車両は、水陸両用車で陸上走行のみならず水上構想が可能で、陸上走行時は折りたたまれている。側面のフロートを水上構想時には展開して水上に出して、車体後下部に装着されているスクリュープロペラ2機を用いて最高で6ノットでの航行が可能だぜ。フロートを展開することによって荷台が確保され、そこに右輪地雷及び敷設用機器をセットして、車体後部より水上を航行しながら右輪地雷を投下することができ、投下用機場として上下2段4畳の計8畳から毎時72個の地雷を施設することができるらしい。敷設される94式右輪地雷は、地雷と呼ばれているものの、旋回に海上から巻いて敷設することから正しくは、対上陸用選定用の機雷とされていて、これには沈底式と渓流式の2種類があり、沈底式の1型は直径 0.45 メートル重量 40kg の円盤型、渓流式の2型は全長 0.65 メートル重量 45kg の円柱型で、これらは30メートル以上の敷設間隔で施設され、渓流式の2型は水深3メートル以深のエリアに敷設されるよ。起爆装置は振動及び時期によって爆発する震間で、感度や作動までの感知回数などは、事前に設定が可能であるほか、敷設後に一定時間を経過した後は無力化される仕組みになっているね。また、南西諸島に接近してくる空母艦隊を阻止するための地対艦ミサイルの開発も進められていて、中国海軍艦艇への攻撃手段の一つとして、1988年からは88式地対艦誘導弾の取得配備が開始され、この対艦巡航誘導ミサイルを運用するための部隊として、陸上自衛隊において1992年から地対艦ミサイル連隊の編成も開始されたぜ。地対艦ミサイル連隊については、連隊本部1個に4個射撃中隊を核として、連隊本部管理中隊に捜索標定レーダー装置6機レーダー中継装置12機式統制装置1機が配備され、各射撃中隊は射撃統制装置1機が配備された1個式小隊と発射機装填機が1機ずつ配備された、4個射撃小隊で編成され、地対艦ミサイル24発が配備されているな。2001年から2011年にかけては6個連隊が編成されていたものの、中期防衛力整備計画2005以降は整理縮小の対象とされ、2020年令和2年4月時点で5個が編成され、そのうちの3個は北海道第一特科団隷下に配置されたほか、東北と九州に配備されていたんだ東北方面特科隊西部方面特科隊隷下。しかし、南西諸島海域への中国軍の軍事的圧力を受けて、南西諸島への配置の重要性が増し、使用するミサイルについても平成24年度から新型の12式地対艦誘導弾の取得が開始され、2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画において、10年後には7個連隊を保持することが決定されたよ。そして台湾に近く尖閣諸島を管轄する石垣島に、陸上自衛隊石垣駐屯地が2023年3月に開設され、新編された八重山警備隊と宮古島駐屯地の第7校舎特科軍令下の第348校舎中隊に加えて、主力として県軍駐屯地熊本県の第5地対艦ミサイル連隊の第303地対艦ミサイル中隊が配備され、総勢約570人と車両約200両が駐屯しているな。第303地対艦ミサイル中隊は12式地対艦誘導弾が装備されたミサイル部隊であり、沖縄本島以外では奄美大島と宮古島に続いての12式地対艦誘導弾の配備となったぜ。この12式地対艦誘導弾は射程約 200km の長射程誘導ミサイルだけど、さらに射程 900km 最終的には 1500km の12式地対艦誘導弾能力向上型の開発が、令和3年2021年度から令和7年2025年度までの期間と、394億円の費用をかけて開発が進められているんだって。防衛省では2024年3月末に、沖縄県うるま市の勝連分屯地に第7地対艦ミサイル連隊を新編し、これまで南西諸島を管轄していた第5地対艦ミサイル連隊に代わり、南西諸島防衛用の部隊を束ねることにして準備を進めているほか、2025年3月には大分県の湯布院駐屯地に第8地対艦ミサイル連隊を新編して、さらなる島嶼防衛強化を図っていくとしているみたい。沖縄本島ではこの第7地対艦ミサイル連隊の新編の他に、普天間基地の在沖縄アメリカ海兵隊を、辺野古基地に移転させる動きに対して、沖縄県知事以下の反対派が重箱の隅をつつく反対運動を展開して、工事を妨害するなどしているけど、中国の軍事的脅威からの島嶼防衛対策と、普天間基地周辺住民の安住のための辺野古基地移転対策は早急に必要であり、日本の国益を阻害する反対活動は慎むべきとの声が高まっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年5月、防衛装備庁は、STOVL 用バージ端家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示したよ。その後10月にこの業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表したらしいな。さて今回は F35B 戦闘機は端家から発着するのかという件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この業務は、航空自衛隊が導入を予定している STOVL 短距離離陸垂直着陸機である F35B 戦闘機が使用するためのバージ端家を研究するものだね。防衛装備庁は、この業務に関しては、海自の出雲型護衛艦の特別改修に関する知識技術が必要不可欠という前提条件を示していたんだ。ところが、この条件に合う必要な知識や技術を持つ企業はジャパンマリンユナイテッド1社だけで、そして応募者も同社だけだったので、当然の成り行きとして選定したということだな。だったら、わざわざ募集する必要があったのだろうかと思ってしまうぜ。この会社しかないのは分かっていたはずだもんね。なのに、あえて募集するというのはちょっと邪推してしまうよ。防衛省は現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦いずも、加賀の2隻を、F35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めていて、この F35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能なんだって。現時点ではバージと STOVL 機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明で、F35B は画期的な新戦闘機だから、最大限有効活用するため進めている調査研究は今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているみたい。ここで F35B について詳しく知っている人たちの意見を見ていくよ。出雲や加賀が運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより離着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。大体国外で使用することは想定してないから、それで十分でしょ。となると、端家アルファで運用するのも悪くないよね。島嶼防衛の補助が主要任務になるんだろうし、前もって端家を重要箇所に置いておくのは合理的かも。開示は出雲型や日向型を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である護衛隊軍はしっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには掃海隊軍を両用戦部隊に指定してこれで仁義は切ったという認識なんだろうね。F35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海自側は機動運用艦隊になる護衛隊軍を、狭い海域の島しょ防衛に貼り付けるのは愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから見事に同床異夢ってこと。将来的に海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから運用法でまとまるはずないよね。島嶼防衛の時に臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢面に立たせるわけにはいかないから、橋家プラス機動船艇のセットに燃料や整備品を乗せて連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島からさらに 400km 離れている南大東島のような離島に、F35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように、中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこまぬいて、何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、加賀はこの2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F35B 戦闘機なら小さいフロートでもいけるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は那覇、嘉手納基地のようにミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく中 SAE 向かい、ブースターもつけて長射程板と武器を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージス・アショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし、F35B を DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、基本的には艦隊防空のため、わかりやすく言えば太平洋戦争時の冷戦の役目を期待しているってこと。確かに海自が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから敵に柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に海自が自前の戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから揚陸作戦に出雲型を回す余裕は全然ない。海自は自前で F35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲型はもともと機動運用だったから、海自は島嶼防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F35B は海自と空自では求める役割が全く異なる。つまり運用がいびつなものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間ロロー船が陸自輸送の主力になるだろう。浮橋や橋家で沖合のロロー船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用の STOVL 発着艦バージで、オスプレイを主体として F35B の緊急使用も想定したものではないのかな。加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で、有事の海の止まり木になるのかな。アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F35B だけのためというわけじゃないと思う。いろんな意見が見受けられたね。ちなみにロロ戦とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことだよ。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようだが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保障はどうするんだろうな。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの防王妃みたいな考えではないと信じたいところだが、橋家の利用についても高評価が多いと感じるけど、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して、橋家を破壊するということも想定できるし、橋家自体は、普通の浮き橋のようなもので、防衛能力はないもんね。素人の味方だけど、海上にぷかぷか浮いてるものを潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うんだけど、どうなんだろう。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F35B 戦闘機を一時的であっても、任せてよいのかなとも不安になるのもわかるが、そのあたりは専門家がしっかりと考えてくれるはずだぜ。そうだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。